こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ボナー違うか。こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。今日も動画見ていただいてありがとうございます。サムネイルにおそらくある通り、受験します。何を受験をするのかというと、トイック受験します。まあ、英語の試験ですね。それを受験したいと思います。僕今までこれ何度かトイック受験してきて、今のところ3回か4回連続700点台が続いてるんですね。3年前に受けたテストが780点だったというところで、マックス990点なんですけども、今回800点を目指して勉強したいと思います。なんで僕が今更3年ぶりにトイックのテストをね、受けようかと思ったかというお話を少しだけさせてください。まあ、結論だけ言うと、やっぱ目標が欲しかったんですよね。今年1年もう死ぬ気で働くということが目標でした。で、まあ、ありがたいことに今年フリーランスとして、まあ、そこそこお仕事をいただけて、当初自分が予想していた年収とかね、売上とか、まあ、そういったところは超える1年になりました。で、ただそれと同時に、やっぱり僕がもともとこの人生をかけて望んでいる生き方っていうのは、本当に常に自分のやりたいことをやって生きていきたいなと思ってるんですよね。だからフリーランスもしてますし、売上の半分以上を投資に回したりとか、積極的に投資もやってるんですよね。で、そんな中12月に差し掛かってきて、メインでやってるボナールチャンネルの撮影頻度を落としたりとかで、僕の空き時間っていうのが結構でき始めてきたんですよ。なので自分のやりたいことをやろうと思った時に、何かダラダラ過ごすんじゃなくて目標が欲しいなと。それも、まあ、今まで達成したことがない目標をセットすることで、まあ、人生に張りが出るというか、一回も超えることができなかった壁、トイック800点を目指して受験勉強しようと思いました。800点程度ですけど、クリアしないといけないと思って、今回宣言させていただきます。12月19日のテストで僕は800点を取ります。そのためにじゃあどういうプランで勉強していくかっていう、ここが一番やっぱ大事ですよね。まずはですね、僕これ買いました。金のフレーズってやつですね。彼女のお母さんから実は借りてたんですけど、これもし見てたら申し訳ないですけど借りてたんですけど、僕なんて発音するかっていう発音記号が載ってる単語帳がいいんですよね。っていうのもやっぱ発音が分かんないとリスニングで聞けないということで、お借りしてたやつはちょっと以前のバージョンのもので発音記号載ってなかったんですね。なので全く同じものを新しく買いました。なので今度お返しします。それとこちら、トイックリスニング&リーディングテスト文法問題出る専門、これはですね、中ざっとお見せするとこういう感じで、文法問題に特化した参考書になってます。基本的には今回800点を目指すために使う参考書はこの2冊です。でリスニングに関しては前回450点取れてたので、9割ぐらいは取れてるというところで、日常的にね、英語のニュース聞いたりとか、あとトイックに特化した英語のチャンネルとかいくつかあるので、海外の YouTuber も含めてそういったところからリスニングはもう日常的に聞いていこうと思ってます。はい、ということでこれからはですね、空き時間、移動時間、常にこれを持ち歩いて800点目指して頑張りたいと思うので、その様子をご覧ください。どうぞ。いよいよ試験当日、成蹊大学に向かってます。800点取れますように。成蹊大学に来た。はい、
帰ってきました。終わったテストがね。ということで、いやーどうだろう、3年ぶりのTOEIC。いやこれ難しかったな、わかんないわ、あの感覚が。正直今まで解いたTOEICの、まあ、おぼろげな記憶と照らし合わせると、正答率、解いた問題が答え合ってるなっていう確信は一番大きかった。うん、ただリーディングね結構時間かかって、これ毎回なんですけどね、やっぱそこが僕の本当勉強不足で、15問ぐらいかな解ききれなかったんだよね。まあ、ただ TOEIC ってリスニングパートがパート4まであって、パート567っていう3パートがリーディングなんですけど、56はまあ基本的な、まあ、いわゆる文法問題で、7が長文問題なんですけど、長文問題の最後の方っていうのはチラシとかメールとかが3つぐらいのグラフィックがあって、問題が5個あるっていう、まあ、かなりボリュームが多い構成になってるので、僕パート7そっちから解いたんですよね。なので普段今までやってて間に合わなかった部分の15問は解けたんですよ。そこは分かったんですよね。ただシンプルに時間がなくなっちゃって、後半解きました、でそこから前半戻って解きました、この中盤解ききれなかった。まあ、ただ文法パートは、まあ、下手したらこれ満点いけたかもしれないなっていうぐらい勉強やった甲斐があったなというか、今までのTOEICテストの中で一番解けたなっていう感じはしてます。だからあとリーディングでがね、どうか、長文がね。リスニングに関してはパート2かな、パート1の写真を見て答える問題はまあほぼほぼできたかなと。でパート2のちょっとした質問に対してのアンサーをする質問はいくつか分かんないなっていうのがありました。まあ、あと会話に関しては僕はあの選択肢を見ながら解いていくっていうのが結構苦手で、全部聞き終わったから選択肢を見て解くっていうスタイルでやってたんですけど、まあ、それを試験中に交互に繰り返していって、分かんないところは本当にやばい結構聞けないかもっていうのはあったんですけど、分かるところはパート4でも、あもうこれ全部3問これだろうなっていう形だったので、いや800超えてほしいな。今回のテストを踏まえて、うん、まあ、750から850の間だろうなっていう感覚。いやこれ700 切ってたらやだな、これ700切ってたらやだな、それは多分ないと思うんですけど、まあ、750から850ぐらいで、まあ、点数を見てですけど、ちょ2月も受けようかなと思いました。ちょっとね僕も参考書全部はやりきれなかったのと、ここで英語の勉強を終えちゃうのも少しもったいないなっていうのと、やっぱ、まあ、満点近くやっぱ英語取りたいなっていうので、まあ、900点950点目標にTOEICは引き続き勉強していきたいなと思ってます。でまあそれに付随してちょっと来年からね、まあ、英会話始めたりとかして、まあ英検準1級1級、まあ、そのあたりもちょっと受けようかなと思います。まあ、ただ英検の1級とかは本当にレベルが高いって聞いたことありますし、スピーキングとねライティングの能力も高めなきゃいけないので、まあ、それは来年の後半あたりになるのかなと思うんですけど、いやあとはちょっとリーディングの読むスピードと解き方ですね、そこはこれからやっていきたいなと思います。このちょっと今回のですねTOEICテストがいつ返ってくるのかというと、1月の5日かな、5日の午後かなになります。どうでした？これ TOEIC 受けた人いるのかな？ぜひ感想教えてください。そわそわするなこれ、やっぱ受験っていうよねこういうのも。久しぶりだったから、まあ、すごい楽しかったですけどね、受験自体は勉強も、まあ、頑張れたし、今までで明らかに文法問題は、まあ、確信を持って解けたので、そこは本当に気持ちよかったですけど、まあ、最低800、もうとりあえず何とか800点台乗りたいと思ってます。まあ、また1月5日になったらね、速攻で動画撮ってもうすぐに動画出すので、ぜひ楽しみにしていてください。これからもちょっと定期的に英語勉強の動画ねアップしていこうかなと思っていて、オンライン英会話スクールもちょっとね契約しようかなとか思ってたりしてるんで、ぜひこれからのEnglish Lifeを楽しみにしていてください。
いつかね海外移住できるように頑張ります。はい、ということで、ね、今回は僕が TOEIC 受けてちょっと帰ってきて、まあ、撃沈とまではいかないですかね、まあ、やりきったんで、うん、まあ、結果を楽しみにしているという動画でした。ぜひ頑張った、そして結果楽しみにしてるよっていう方はね、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。これからも英語勉強する方一緒に頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。